沖ゆり子と上田セリの G アップスプラウト。この番組はチャンネル銀河 MTB 他の提供でお送りいたします。 G アップスプラウトはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜はセントフォーススプラウトの沖ゆり子と上田セリでお送りいたします。セリちゃんとは同じ大学の慶應義塾大学ですが、番組では初共演なのでですね、はい、初共演ですね。お互いに第一印象を言いましょう。じゃあまず私からいいですか？お願いします。やっぱりゆり子ちゃん、この初共演の前に一度別のところで、一度ってか何回か別のところでお会いしたことあるんですけど、まあ第一印象は、あ、こんなに可憐な人がいるんだっていう、そんな第一印象でした。もう本当に多分皆さんもこうご覧になってわかると思うんですけど、もう見た目の通り柔らかくて可憐な、そういう女の子っていうお嬢様って感じの可愛い子です。なるほど、ね、あとなんか僕つけたじゃん、天真爛漫ね。あ、ちょっとその感じはありますね。本当に素敵です。嬉しい、はい、じゃあ私から、うん、セリさん、はい、第一印象はもう透明感。はい、本当ですか？あのポカリの CM 出てるかなと思いました。あ、だから今日ポカリ色だもんね。あ、確かに今日2人とも青いトップスを着てて、もうポカリとかもシーブリーズとかそういうイメージです。いやー、出たいですね。出れます、出たいですね。やっぱね、上田さんといえばやっぱりね、この色白ですよね。またね、本当にね、今ねイッツコムチャンネル中でものすごいアップになってます。透き通るようなアップになっております。ものすごいですね。本当に、はい、この姿をねご両親にも見せたいなと思っておりますけども、あの日焼け止め塗りたくってます、はい、そうですね、はい、大事ですよね、はい、大事ですよね。まあ、ぜひね、あのお父さんお母さんも観覧できますから、この番組、ね、そうですね、はい、ぜひね、セリさんを見に来てくれればなと。そうですね、卒業までには見に来てもらえるかな、はい、みたいな、ね、かなと、いいですね、はい、ということでね、すごいね、はい、透明感というのとね、天真爛漫な、これ可憐なイメージということでございます、うん、お二人ね、いいですね、はい、ありがとうございます。まだまだ共通点ですよね、さっき言ってましたけど、ね、うん、はい、私たちバイオリンが弾ける、そうなんです、はい、そこ行っちゃうの、そっち行っちゃいました。あ、バイオリンね、はいはい、2人ともバイオリン仲間で、あ、バイオリンね、あのセリさんもね、バイオリンいつかこの番組披露したいって言ってましたよね。そうですね、はい、これもちょっとやっぱ、まあ卒業会までには一度は披露できるように練習したいと思います、はい、楽しみに待っていてください。どうですか、あのバイオリンっていうのはあれですか、習ってたっていうか、なんかあのオーケストラ部とかあるんでしたっけ、はい、奥さんとか確かオーケストラ部でしたよね、うん、私は中学生の時にオーケストラの部活に入ってバイオリンをやっていたんですけど、本当に一番後ろの方で弾いていました、うん、ちなみに得意曲はありますか？得意曲はオーケストラだったので、あの競争曲をやるんですけど、うん、私たちの学年はあのチャイコフスキーの競争曲をやって、うん、それが一番かっこいい、印象に残ってますね。なるほどね、はい、どうですか得意曲は？得意曲、そうですね、あのちょっと恥ずかしながら1曲しか弾けないんですけど今。あ、いいじゃないですか、今は、今はね、今は過去はね、いっぱい弾けましたよ、あの1曲、若干2曲、うん、あのカノンがちょっと弾けて、あと情熱大陸もちょっと弾けます。いいじゃないですか、これだけあのちょっと自慢です。なるほどね、いや素敵なね、やっぱすごいね、はい、似合うもんね、バイオリン、ね、もういや2人とも似合うよ、嬉しい嬉しい、2人とも、じゃあちょっとスプラウト1バイオリンが似合う2人としてそうですね、はい、嬉しい、頑張りたいと思います。頑張ります、ね、どうですか最近はどんなことありました、なんかお二人は。あ、そうだ、誕生日迎えたんだよね。 おめでとう、26日に、はい、おめでとうございます。21歳になりました。21歳になりました。いいね、21歳どうですか？でも本当に変わったこと何もなくて、うん、もう20歳超えちゃうとなんかあんまり誕生日来ないでほしいなって逆に思ってしまうぐらい早い、もう刻みたくないですね、年をちょっと、はい、いや刻まなかったら永遠に20歳になっちゃうから、永遠の大変なこと起きちゃうよ、20歳になったら永遠とね、そうですね、はい、しわしわの21歳、23、24と素敵に
年齢をね、はい、重ねていければなと思いますけどね、うん、そうですね、はい、ね、でもそんなね上田さんも家族旅行、あ、そうなんですよ、です私も家族旅行に行ってまして、うん、家族旅行って言っても妹がちょっと海外にいたので、うん、あ、そうなんだ、そうなんですよ、3人ね、あ、3人なんです、うん、父母私で行ったんですけど、はいはい、なるほどね、あの熱海と箱根に2泊3日で温泉を はしごしてきました、うん、おー、どうでした、温泉って本当に最高ですね、あ、最高ですね、もう最高です、うん、あのお部屋に露天風呂がついているタイプのお部屋だったんですけど、いい、ね、うん、もうあのこれ冗談抜きで2時間ぐらい入り続けて、うん、入りすぎちゃいますよ、本当にもう湯ざめ湯あたり、うん、湯あたりもしつつ、ね、あのスマホをジップロックに入れて、うん、こうやって触りながらお風呂に浸かって触りながら2時間ぐらい過ごしてました、本当に最高でした、最高だったんだ、辛くなかったさ、出た後とか、あ、全然辛くなくて、本当に私普段からお風呂結構好きなんですよ、そうなんです、だから色白だからね、やっぱね、色白関係あるか分かんないですけど、ああそう家でも毎日30分ぐらいお風呂使っちゃうんで、すごい、うん、そうなんです、そうなんだ、なんか、ね、なんいい ねお風呂も入ってね、お風呂好きということですけど、どうですか沖さんは、なんか卒業したいものがあるんですよね、はい、私はばっかり食べを卒業したいんですけど、ばっかり食べってそもそも何、あのハマったものを食べ続けちゃうんですよ、うん、毎日毎日、ばっかり食べて俺せんべいかとかって思ったんだけどそういうことじゃね、違います、ハマったものをずっと食べちゃうんだ、一回ブームが来るともう毎日でも食べちゃうんですよ、うん、どうですか最近何にハマってんですか、最近はあのアボカドとマグロを混ぜたアヒポキっていうハワイアン、うん、ハマりすぎても1週間毎日食べてました、うん、でもそんないっぱい食べてるゆりこちゃんですけど、うん、はい、なんか地球がもし明日終わるとしたら食べたいものがあるみたいなはい、私がやっぱり最後の晩餐に選ぶのは焼肉で、大好きなんですよ、焼肉、地球が終わるとしたら焼肉を最後に食べたい、焼肉、はい、焼肉食べたいんだ、はい、私が焼きますのでみんなで食べたい、焼いてくれる、はい、奉行なので嬉しい、焼肉奉行として、はい、なるほどね、どうですか逆にありますか上田さんは、なんか食べたいな、私いや本当これ悩むんですよね、うん、でもまあ、お肉つながりでしゃぶしゃぶですかね、私お鍋本当に好きなんですよ、そうだよね、この番組でお鍋の話しかしないけど、もうお鍋本当に好きで特にしゃぶしゃぶが好きで、私結構こう酸っぱいものとか辛いものとか刺激物が好きなんですけど、しゃぶしゃぶをあのポン酢で食べるのが一番好きです、なるほど、だから、美味しいね、まあ、世界が終わる日の最後の晩餐はしゃぶしゃぶということで、なるほどね、温まりそうですね、温まりたい温まりたいですよね、温まりたい、どうする夏だったら、夏でも食べますよ、夏でも夏でも全然食べます、ね、あ、いいで、でもねそういうねやっぱ最後に食べたいものってねやっぱ人それぞれですから、うん、パイソンさんはちなみに、僕ですか、僕はね大根おろし、あ、大根おろし、さっぱりしてる、一番大根おろしが好きな食べ物で、メインじゃなくないですか、いや大根おろし、もう大根おろしとポン酢、それこそポン酢で、大根おろしとポン酢食べたいね、うん、うん、もうそれが食べたい、あとうどん好きでしょ上田さん、あ、うどん大好きです、ね、だ大根おろしとうどんとか合うからね、合いますね、食べたいね、美味しい、いやもうねそういうもうお腹空いちゃうね、こういうね、お腹空いちゃいます、ね、今夜の選曲は何ですか、今夜の選曲は元気になる曲をテーマに、うん、元気になる曲、ね、どんな曲か楽しみでございますね、はい、どうですかマイプレゼンテーションは、マイプレゼンテーションは明日5月5日にちなんで小さい頃の私に言っておきたい一言、うん、なるほどね、子供ねんだからね、いっぱいある、いっぱいありますね、でも一言だからね、一言つしか言っちゃうのよ、うん、結構悩みました、はい、選ぶのに、はいはい、それとさらにですね、はい、さらにサイコロトークや G アップソングスと盛りだくさんな内容になっています、うん、今夜もイッツコムスタジオタマプラザからお届けします、はい、じゃあオープニングアイいきましょうか、はい、それではオープニングナンバー10フィートで第0巻をお聞きください、
私沖ゆり子が選曲しました10フィートで第0巻でした。今夜も始まりました G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指してさまざまなコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはいつこむチャンネル10で生放送、 YouTube ライブ、JCBA インターネットサイマルラジオでもリアルタイムで配信中です。またスマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。 E メールは msg@gup.info、 msg@gup.info、または X にポストされている G アップスプラウトの専用メッセージフォームからもお待ちしております。さらにリアルタイムでコメントしたい場合は YouTube ライブのコメント欄または X でハッシュタグ G アップスプラウトをつけてポストをお願いします。はい、メッセージ届いているんですかね。はい、ここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。それでは私から紹介していこう、はい、お願いします。哲也さんからのお便りです、はい、ありがとうございます。セリさん、ゆり子さん、スタッフの皆様こんばんは。こんばんは。今日は慶応コンビでもあり、名前に植物の名前が入ってるコンビでもありますね。確かに、うん、さてお二人は慶応大学在学中ですが、慶応の学生で良かったなと思う瞬間はどんな時ですか、という。なるほどね、はい、そうですね、慶応の学生で良かったと思う瞬間、ね、そうですね、いつだろう。でもやっぱり、うん、カラオケとか行くときに学生証を出すとき、うん、ちょっと慶応だぞって思いながら出してますそういう時ですかね。なるほど。僕はなんかキャンパスがね、関東に8つあるからどこでも行けていいなとかそういうことだと思ったんだけど、意外とそうなんですよ、キャンパス意外と1つとか2つしか行かなかったりするんで、今、まあ、1年生だとね、日吉のところとかいろいろありますからね。そう、なるほどね。どうですかゆり子ちゃん、なんかあります、うん、私はやっぱりこう若吉とか早慶戦で歌って、うん、こうみんなで一つになれる、肩を組んで若吉歌う瞬間とか、慶応でよかったって一体感感じますね。なるほどね、確かにね。ちょっとこっちが正解の答えだって、うん、私も今から言い換えようかな。もう一回言ってもいいよ、もう一回、もう一回団結力があります。はい、じゃ続いていきましょうか。はい、しながぴょんさんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕は幼稚園の頃、某ファミリーレストランでお子様用のメニューには目もくれず、うん、母の膝の上に座ってマグロのたたき丼を食べていました、うん、今考えるとマグロ丼なんておじさんになってからでも食べれるのになと少しだけ後悔しています。慶応美女コンビの放送を楽しみにしています。ありがとうございます。頑張ってください。なるほどね、ありがとうございます、じゃあ小さい子に言いたかったことなんだろうね、多分ね。あ、そうですね、そういうことなのね、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて沖さん、ラジオネームお願いします、はい、あだ名はポンズさんからのメッセージで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。上田セリさん、沖ゆり子さん、スタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。初めてメールを送らせていただきます。上田さんは2月10日の放送回で腰痛に悩まされているとおっしゃられていましたが、 その後腰の調子は改善されましたか、心配で夜しか眠れませんとのことです。まあ 夜しか眠れないですね、うん、夜もじゃないね、夜しっかり眠られてるそうで、何より安心しました、うん、この腰の調子なんですけど、どうですかその後。もう、うん、ほぼ改善しました。よかった、おめでとう。9割方、うんうん、よかったです。2週間に1回ぐらいリハビリに通っていたんですけれど、うんうんうん、先日行った際に、うん、もうほぼ大丈夫だよと、運動はでもできるだけ続けてねと言われまして、うん、あ、そういうことね。私今は痛みもないので安心してください、うん、ありがとうございます。完治おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いていきましょうか、はい、若宮さんからいただきました、はい、ありがとうございます。沖さん、上田さん、天の声パイソンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。5月最初の祭日放送ですね、うんうん、明日は子供の日ですが、うん、柏餅食べますか、うん、とのことです。なるほどね、どうですか柏餅食べます。実は今朝母が買って柏餅、うん、家にあったんですけど、うん、食べなきゃと思いつつ食べずに放送に来てしまいました。なるほど、ね、ちょっと残念です、ね、まあ、でも明日食べれば、ね、明日もあるんで、明日もあるので。なるほどね、どうですか。私はちょっと、うん、
食べなさそうな雰囲気がありますね。やっぱりちょっと一人暮らしだとなかなか子供の日を意識することもなくて、そうですよね。でもあれですよ、鯉のぼりが登ってたとかするとどうですか？確かに、うん、今日なんかいろんなところに少しずつ鯉のぼり登ってたとこもありましたね。確かにそういえば明日は子供の日だなと来るときに思いました、うん、なるほどね、はい、ちょっとスーパー寄って売ってたら買ってみたいと思います。いいですね、はいはい、じゃあ最後のメッセージ奥さんお願いします。はい、コツともさんからいただきます、はい、ありがとうございます。いつもキラキラ笑顔のゆりこさん素敵です。溢れ出る上品さが本当可愛いなっていつも思っています。思います。とても応援していますとのことで、これは自分で言っちゃったね今ね。リスナーさんにこう心当たりがあるんですけれども、はい、はい、私の多分友達で、はい、これはコツともって読むんですけど、うん、骨になっても友達でいいよねって、いい友達、はい、いいですね。ありがたいです。そういう人見つけたいな俺も。いやそうです ね本当に。いやね、いいな、骨になでも一緒にどうよということですね、はいはい、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスターです。今夜はリスナーさんの大島さんが作った早口言葉です。楽しみですね。楽しみですね。セリさん早口言葉得意ですか？早口言葉ちょっと得意なんですよ。ちなみに多分今までの放送で失敗したこと一回もない気がします。すごい。多分覚えてる限りでは。いやでもそうですよ、私もまだ2回目なので1回目は成功することができたので、うん、今夜も頑張って成功させたいです。成功記録を、はい、伸ばしていきましょう。はい、はい、じゃあ今夜の、はい、早口言葉の方お願いいたします。はい、今週の早口言葉は赤鯉のぼり、青鯉のぼり、木鯉のぼりです、うん、なるほどね、これ難しいです。2回ということでね、はい、2回繰り返すね、結構難しそうですよね。難しいですね。まずは私からいきますので、はい、お願いします、はい、一緒にリズムに乗って頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ミュージックスタート、はい、はい、ドキドキです ねドキドキだ。なかなかないですよ。ちょっと、ね、こっからもう失敗せずに卒業まで駆け抜けたいんで、ね、ゆりこちゃんも頑張ってください。頑張ります。一緒に連勝記録作りましょう。赤鯉のぼり、青鯉のぼり、木鯉のぼり、赤鯉のぼり、青鯉のぼり、木鯉のぼり、できましたか？ました。でもゆっくりだったから今度ね、上田さんが早く早めですか？今の場合でいきますよ。いません。赤鯉のぼり、青の木鯉のぼり、赤鯉のぼり、青鯉のぼり、木鯉のぼり、あ、いいよ、いいよ、頑張ったよ。すいません、ペースを上げてください。とんでもないです。ありがとうございます。見事失敗しました。いや、そんなこと、あれ成功だと思う、俺は。成功ですか？成功。はい、うん、もうコロナ禍で青鯉のぼりって俺コロナ禍で言ったから。ありがとうございます。成功です。あれは成功って言ってくださったんで、じゃあ成功ということで。さすがですよ。ここでセイさん、リスナーの皆さんにお知らせがあるんですよね。はい、そうですね、皆さんにお知らせです、うん、私たちに言ってほしい早口言葉を募集します、うんうん、詳しくは G アップスプラートの X をチェックしてくださいね。はい、採用された方は今月出演者の写真が入った番組特製のジンをプレゼントします。うん、ってご参加ください。はい、ご参加くださいね。はい、お願いします。待ちしておりますよ。はい、はい、じゃあ今の早口言葉でウォーミングアップができたので、このままマイプレゼンテーションに行きましょう。行きましょう。はい、今夜のマイプレゼンテーションは、小さい頃の私に言っておきたい一言。お、明日5月5日は子どもの日ということで、うんうん、私たちが幼少時代を振り返り言っておきたい一言をリスナーの皆さんへプレゼンします。では早速セリさんのプレゼンをお願いします。はい、それでは早速いきます。私、上田セリの小さい頃の私に言っておきたい一言はこちら、食わず嫌いをするなということです。なるほどね。そうなんですよ、はい、やっぱりそうですね、一番言いたいことこれなんですけど、うんうん、どういうこと、食わず嫌いをするなって。もう私小さい、今はそんなことないんですけど、うんうん、もう小さい頃はとにかく食わず嫌いが多い子供だったんですね。おお、そうなの。でちょっとそのせいで結構美味しいものを逃して生きてきてしまったんじゃないかなと思っていて、うん、どういうこと、特にで私特に昔アボカドが食べられなかった、うん、というか食べずに嫌いだっ
って思ってたんです。そうなんだ。なんでかわからないんですけど、うん、野菜は得意だったんですけど、うん、こう見た目なのか、うん、こう形なのかどうしても無理だったんですね、うん、でもここまあ半年ぐらいですかね、うん、アボカドを結構頻繁に食べるようになりまして、うん、そしたらなんて美味しい食べ物なんだと、こんな美味しい食べ物を知らずに21歳になってしまったのかと、うん、ちょっと残念な気持ちと美味しいものを知った嬉しい気持ちがせめぎ合いまして、うんうん、もしかしたらこういう食べ逃している美味しいものがいっぱいあるんじゃないかなと思いました。食わず嫌いしないでください。なるほどね、はい、でもねやっぱ食べ物ね、やっぱ見た目からちょっと苦手だなって思うこと多いじゃないですか。そうなんですよ、ね、僕なんか意外とねモンブラン、あーケーキのモンブラン、これ意外と苦手で、ちっちゃい頃にあれお蕎麦だと思ってたね。お蕎麦、あのクリームのモンブラン、上がですか、そう麺だと思ってフォーク刺したら麺じゃなくて、その衝撃を受けてモンブラン嫌いになったっていう。確かに今大人になって食べたら美味しいですけどね、はい、やっぱり味覚もちょっと変わってきますし ね、 そ う、 ねそうですよね。だから見た目とね、なんかそういうの、うん、どうですか、なんかそういうのありますか、口に入れたらえ違うみたいなやつ。あ、うん、でも結構人参をずっと野菜だと野菜っていう人参印象で、うん、でも甘いじゃないですか。甘い、それが結構私は受け入れられなくて、最近はもう食べれるんですけど、小さい頃はちょっと人参苦手でした。あ、そうなんだ。なんか小さい頃の方が甘い人参好きっていうイメージがあるけど、はい、そうでもないんだね。なんか野菜は野菜としていてほしい、うん、あのドレッシングがしっかり合う味でいてほしい、わかります、願いはあります。そうなんだ、はい、糖度がちょっとあるとみたいなね。そうなんです。でも焼き芋好きでしょ、二人とも。焼き芋は大好きです。あれは芋なんで、はい、あれは芋なので別々です、ね、そう、なんか納得いかないよね。はい、はいはいはね、それでは続きまして、うん、ゆりこちゃんのプレゼンお願いします。はい、私沖ゆりこの小さい頃の私に言っておきたい一言はこちら、失敗を恐れるな。失敗を恐れるなということなんですけど、はい、私昔からもうすごい心配性で、もう石橋を叩いて叩いて叩き割るぐらい心配性で叩き割っちゃうんだ。そんなにもう失敗することが恐れるあまり、あんまりやればよかったっていうことが多いんですよね。もっとチャレンジすればよかったっていうことが多くて、一つすごい覚えているのが、小学生の時にこうリレーの選手を選ばれて、その時私補欠にもしかしたら選ばれるかもしれなかったのに、こうみんなの前で目立って失敗したらどうしようって思ってしまって辞退してしまったんですよ。確かにちょっと後から悔しくなる。そうなんで、その時は良かったって思っちゃったんですけど、今思うとやっぱり走っておけばよかったなって思って、補欠でもちょっと悔しいですね。なので今は何でもチャレンジできることは全部挑戦するようにしています。素敵、はい、素敵です。ありがとうございます。確かにすごい、ね、メッセージコメントにも失敗は成功のもとと言いますからね、うん、そうですよね、やらないと間違いないんで、はい、やらないと成功もできないんで、はい、やろうと思います、ね、でもやっぱね、人間っていうのはこれ不思議なもんでございましたの、はい、失敗から学ぶこともねありますから。そうですよね、やっぱりね、何かね、やっぱこうあるじゃないですか、こう、なんか受験でもこうなんか、あ、ここでなんか逆に言ったらスムーズに言ったらちょっと分かんなかったけど、これなんか一回ちょっと挫折的なもの味わっといてよかったなみたいな時もあるし、なんかそういったところありますよね。なんかありますか、あ、失敗してよかったなってことあります、なんか失敗してよかったな。でも挫折は結構あって、うんうん、私もともとお医者さんになりたかったんですけど、その時まあ、分離選択の時ですかね、数学とか理系科目が苦手だったせいで、まあ、お医者さんの夢は諦める、まあ、挫折するってことになったんですよ。なるほどね。でもまあそのおかげで今の私がいて、こうアナウンサーっていう夢に向かって走れるようになったので、すごいそれは良かったなって思います。そうだよね、はい、意外とやっぱり医学のね道に進もうと思って、前にこの番組出てくるもらったの緒方杏奈さんもそう、緒方杏奈さんも医学部を目指してたけども、でもやっぱりこう普通に大学行ってみたいなところもあるし、結構医学部ね目指してる方多いし、最近 ね、 そうですね、入られた方でも、あ、同じ慶応 の、はい、医学部の方がね、あ、そうなんですか、知りませんか、すいません、ちょっと勉強不足で存じ上げなくて、ね、いらっしゃるんですよ実は。ちょっと後でチェックしてみますね。ちょっとねチェックして、園田さんですね。あ、園田さん、園田愛理さんは慶応医学部の今在学中でございます。医学部って6年あるんですね。そうですね。ですからこの間、ね、ニューヨークでアメリカですね、ごめんなさい、ニューヨークじゃない、アメリカのどっかちょっと忘れちゃいましたけど、大学の病院に
研修に行ってたんですよ、1ヶ月。実は私の先輩とお友達で、うん、そうなんですよ、はい、こんなところでつながりが、はい、拝見しました。いってらっしゃるのすごいです。ね、なんかすごいね、あの研修であの電子レンジを買うかどうか迷ってましたよあの1ヶ月間の、そう1ヶ月間生活するんだけども、6人ぐらいで行くんだって、あの医学部の仲間で、でその医学部の仲間で行った時に、あのレンジが向こうにないんだけど、うん、買うかレンジなしで過ごすかどうしようかっていうのはすごい迷ってたみたいで、レンジを、じゃあ買おうかって言ってたんで、今度出た時にちょっとレンジ買ったかどうか聞きたいなというふうに思ってますけどね。気になりますね。確かに気になるね。電子レンジあるのとないのとで生活の質全然違いますからね、全然違いますよね。そうですよね、本当に。だからね、もう小さい時にね、僕言ってきたい一言って、ね、あるんですよ結構。お、何ですか。あのね、食べ過ぎるなってことですね。あのね、人のやっぱね、もったいないと思っちゃって、人の残り物ね、すごい残り物食べちゃうんですよ。あ、そうだから、いっぱい食べてみんながこうた、あ、この子よく食べるから食べさせたんですけども、やっぱりね、あの体も大きくなっちゃいましたから、そういう意味ではね、いやでもその分全てが栄養になっているので、そうですよね、本当に。まあ、でもね、杉は良くないよっていうことをね、教えてあげたいなと。そうですね、確かに。何でもね、やっぱね、杉はね、飲み過ぎ食べ過ぎね、やっぱ全部ダメですから、はい、あのほどほどにという、ほどほどにということで、適切な量で、はい、ばっかりはダメですよね。適切に。そうですよね。いやね、こんなね、小さい子に言いたい一言、とても良かったでございますね。はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、小さい頃の私に言っておきたい一言のプレゼンはいかがでしたか？リスナーの皆さんも、小さい頃の私に言っておきたい一言を YouTube のコメント欄や X でハッシュタグ GUPSPROUT をつけて教えてもらえたら嬉しいです。はい。それではボブマーリー&ザ・ウェイラーズでワンラブをお聴きください。
お届けした曲はボブマーリー&ザ・ウェイラーズでワンラブでした。サイコロトーク。才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとって、この先紆余曲折、予定調和だなんてことはあるはずもないのです。サイコロに運命を任せ、出たお題をテーマにトークしていきましょう。ではセリさん、今夜のお題を紹介してください。はい、まず夢の話、ドリバナ、初めて〇〇した話、はじバナ、私の好きな戦国武将、戦花、私意外と〇〇なんです、伊賀花、私とバイオリン、四季花。そして当たりは、当たりは私たちのサイン入りツーショットチェキをリスナーさんにプレゼント。それではセリさんのサイコロお願いします。はい、サイコロお願いします。どれだろう、何が出るかな、何が出るかな。初めて〇〇した話、初めて〇〇した話、そうですね、私結構最近いろんなことに挑戦してるんですけど、まあその中でも一番生活に関わっているものというと、あの日記をつけ始めました。おー、いいですね。しかもあのただの日記じゃなくって、あの有料、あ、ただじゃ、ただだから、そのただではないです、普通の、普通のノーマル日記ではなく、あの10年日記って皆さんご存知ですかね。知ってます、10年日記。あの、まあ、簡単に説明すると、こう10年間の日記がつけられる日記帳なんですけど、ただこう頭から後ろに順番に10年になってるんじゃなくって、日付ごとに10年間になっているっていう感じです。ちょっとすいません、説明が、見開き1ページ開くと、2020年、2025年、2026年、4月21日の2024年から2034年まで書ける。なるほど、1ページでね。そうです。あ、なるほど。なのでこう1年後とかにまたそれを去年書いたものを見て、あ、1年前の自分はこういうことをしてたんだなっていう。なるほどね。そういうことを見られる日記帳なんですよ。いいね。そうなんですよ。楽しいね、それね。実は私も10年日記を小学校6年生ぐらいの時の誕生日プレゼントで両親からもらったんですけど、残念ながら全然書けていなくて、続かず、はい、三日坊主でやりたい、やり直します、やり直して。どうですか、セリさんはどうですか、そういう意味では。私はそうですね、大体始めたのが1週間前なんですけど、1週間、はい、本当最近だね、1週間前です。でも今のところ毎日忘れずに書いております。素晴らしいです。いいね、でもなんか良くない、なんか10年前の、例えば今日ね5月4日じゃん、今日5月4日コンビニでサラダを買った、でまたさ次の1年後にさ、あれ今日もサラダ買ってるみたいな感じになるじゃん。なんかその日に起きたことが、え、こんなとこ何気ない一言が、そうですよ ね、すごく楽しみ、本当に1年後2年後書き続けて過去を振り返るのが楽しみだなって思います。いいな、1ページごとに。なんかこれ友人に勧められて始めたんですよ。いいね、その友人は、あの3年ぐらい前から書き続けているということだったんで、まあ、まずはその友人に追いつくことを目指して3年は書きたいなって思います。でもね、やっぱこういうね、アナウンサーを目指すお二人にはね、やっぱこういうね、日記って大切だと思うんです僕ね。なぜかっていうと、その日に何が起きたかってことを簡単に書いておくだけでも、あ、去年はこんなことあったんだとか、自分の記憶力もそうですし、あの話のストーリーね、こういったものつながっていくし、あと過去に何があったかっていう自分の中の自分史ね、あ、こういう感情だったんだなとかね、そういうのが分かるとやっぱ自分を知るきっかけにもなりますんでね。確かにそうですよね。やっぱ伝えるという仕事はね、まず自分を知ることからじゃないとできないですから。そうですね。そういったところを学べるといいです。さすが上田さん、はい、もうね、美人だけじゃないですね。いや、やめてください。さすがです。さすが、もう美人、ありがとうございます。やっぱ聡明ですね。そう、聡明、聡明嬉しいですね。やっぱり聡明な女性になれるように才色兼備を名の元にしてますね。頑張りたいと思います。ありがとうございます。アナウンサーにぴったりだと思います。本当に嬉しい。はい、じゃあ続きまして、ゆりこちゃんのサイコロをお願いします。はい、行きます。何だろう、何が出るでしょうか。なんだろう、ドキドキ。お、じゃじゃん、お、当たりました。
嬉しい、ありがとうございます。当たりはツーショットチェキ、サイン入りツーショットチェキを、プレゼントします。 X のポストに、こちらの方詳しくはですね、書いておりますので、これからあげますのでですね、そちら確認をいただければと思います。お願いします。嬉しいです。はい、じゃあね、好きな話をしていいですよ。何がいいですか。はい、夢の話、初めて丸々した話、私の好きな戦国武将、私意外と丸々なんです、私とバイオリンというところで、うん、そうですね、今日はやっぱりセリさんもいらっしゃってバイオリンつながりの話をしたいので、私とバイオリンの引き花で行こうと思います。いいですね、チャレンジャーですね、頑張ってみましょう楽しみ、はい、私とバイオリン、私はまずバイオリンを個人の先生について習っていたんですけれども、うん、やっぱり一人で弾くと、うん、あんまり打ち込めなかったんですね最初は、そうなんですけど、中学生になってオーケストラの部活に入ると、うんうん、みんなで一曲を作っていくことの楽しさを知って、そこからバイオリンって本当に楽しいな、オーケストラ楽しいなっていうことを知りました。みんなで何かをやるってすごい楽しいなと思って、うんうん、はい、私とバイオリンはそうですね、オーケストラとの出会いが、なるほどね、バイオリン人生の転機、はい、なるほどね。なんでバイオリンという楽器を選んだんですか。もともとは母がずっとやっていて、うん、そうなの、お母様が、素敵、楽器も持っていたので、こう子供にもやってほしいということで、はい、始めました。ちょっとお聞きしたいんですけども、小さい頃って言ってたじゃないですか、はい、バイオリンって結構大きいじゃないですか、はい、小さい子もあの大きさなんですか、大人と使う大きさなんですか。実はもう何サイズもありまして、そうなんですよ、そうなの、16分の1、はい、もうおもちゃみたいなサイズのバイオリンも実はあって、そうなんだ、はい、あの大人が使うやつはフルサイズって言って、あーはーはーはー、これがだんだん小さくなりにつれて4分の3、2分の1、4分の1、8分の1、16分の1っていうサイズになっていくんですよ。16分の1って相当ちっちゃいよね。本当におもちゃみたいだよね、はい、幼稚園生の時はそれを使ってましたね。あ、そうなんだ、はい、そんなのね。上田さんはちなみにいつからバイオリンやられた。私も結構小さくて、まあ、3、4歳でしたかね。そんなに、あのただこうブランクの期間があるんで、あ、そうなんだ、実際ずっとやっていたわけではないんですけど、始めたのは3、4歳、始めたのは3、4歳です。へー、そんなにやっぱやって2曲ですかごめんなさい、本当にあのお恥ずかしい限りなんですが、高校ぐらいでやったのかと思ったんだけど、今実は私結構それこそ16分の1の時からやっていたんですけど、あの、まあ、あのでも関係ない、あの音楽パッションだから、はい、な何曲じゃない、1曲、言い訳ですか、言い訳、うん、あの、うん、私あの大学受験の前に中学受験と小学校受験もしておりますので、うん、あ、なるほど、そのタイミングで辞めているという、そういうことね、こともあのご参考までに、やっぱ受験大変だからね、しょうがないです、しょうがない、それはしょうがないよ別に、あの、はい、決してブランク悪いことじゃなくて、はい、音楽はパッションですから、どんなパッション、何曲聴けるかじゃない、 数多く100曲聴けば200曲出てないから、1曲が一生懸命聴けばいないんですからそんなのいいんですよ、気持ちで弾いてます。ですからもう皆さん、卒業会、上田誠さんの卒業会は本当にね、そのパッションの塊で あのお届けしますから、あと1年で頑張んなきゃそうね、いやもう1年ないですよ1年ないですよ、もうだって来ちゃってるわけですから、もう5月ですからね、はい、あとね、もう数ヶ月になってしまいますけどね、はい、そんな楽しみもありながらね、そうですね、ちょっとね、まあ、このサイコロトーク本当いろいろね良かったですね、聞けてね、はい、はい、楽しかったです、サイコロトーク楽しかったです、うん、はい、えりこちゃんも楽しかったですか。はい、意外なこうセリさんのバイオリントークとかも聞けてすごく楽しかったです、うん、ありがとうございます、はい、リスナーの皆さんにも私たちの新たな一面知っていただけたら嬉しいです。はい、では、はい、曲紹介をセリさんお願いしてもいいですか。はい、ミセスグリーンアップルでロマンチシズムをお聞きください。
私上田セリが選曲しましたミセスグリーンアップルでロマンチシズムでした。Gアップソングス。アナウンサーのスキルアップのため音楽の知識を広げましょう。そこで今夜は沖さん上田さんに早押し三択クイズを1問出題いたします。音楽、はい、音楽なんだろう、まあ、バイオリンが得意なお二人にはね、まあ、お茶の子最下位だと思うんですけども、プレッシャーです、はい、プレッシャーですね。でもね、正解できないことはないと思うんですが、正解できなかった方には罰ゲームとしてリスナーの皆さんへモノマネを披露していただきます。それでは沖さん上田さん、お手元のボタンの準備よろしいですか。バッチリです、バッチリです、はい、本日5月4日は実は女優のオードリー・ヘップバーンが生まれた日です。はい、このオードリー・ヘップバーンの歌といえばこの曲が思い浮かぶ人が多いんではないでしょうか。はい、この曲わかりますか。はい、はい、そうです、今流れておりますのは映画ティファニーで朝食の中の聞いたことある、はい、中でオードリー・ヘップバーンが歌うこのムーンリバーという曲、はい、ここで問題でございます。実はこのムーンリバーの曲のタイトルは当初違うムーンリバーではありませんでした。なんだろう、最初に付けられた曲のタイトルは何でしょうか。今から曲のタイトルを3つ言いますので正しいものを当てましょう。はい、1番イエローリバー、2番ブルーリバー、3番グリーンリバー。お、早かったな奥さん。ブルーリバー、2番ブルーリバー、はい、ファイナルアンサー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 、やったーやった、嬉しい。そう、そうなんだ、そうなんです、ブルーリバー、そうなんです。実はこのですね、曲は2番のブルーリバーが正解でございました。実はですね、この曲というのは、まあ、あの映画のこの作る前1年前からあったそうなんですね。このオードリー・ヘップバーンの曲 あの声の低さでですね、あって高く歌えなかったのでそれ用に作曲し作られたという声の質でこちらの方は曲ができたと。そうなんです。だからちょっとささやくようよな、ちょっと、ね、優しい感じでしょ、このムーンリバー今聞いていただいてます。確かにこちら、ね、ラジオでお聞きの皆様ね、いつこみチャンネル10でご覧の皆様今日聞いていただいてますけども、こちらの方ムーンリバーでございます、ブルーリバーということですよね。でブルーリバーという曲が実は調べたら、はい、あったそうなんです、同じ曲のタイトルが。そうなんですね。 それで、あ、やばい、同じ曲のタイトルがあるということで、なるほど、はい、商標登録的な、そういう大人の事情ですね。事情で、あって、じゃあブルーリバーじゃなくてムーンリバーにしようという。素敵、両方素敵です、ね、両方いいですね、本当にいいですよね。どうですか、あの月とか見上げたりしますか。こう今ね、上田さんはどうですか、はい、あの上京されて、もともと関西ですから、はい、東京に来られて都会の月を見上げるのと実家の地元の月を見上げるのどうですか。そうですね、うん、やっぱり、まあ、まあそんなに今見上げることが多いわけではないんですけれど、でも東京の月もすごく素敵だなって思います。なるほどね。やっぱりこう、まあ、私が住んでいた関西は結構、うん、まあ、ベッドタウンだったので、あ、なるほど、比較的割と暗めというか、あ、なるほどね、あの夜がね、ライトがね、じゃあ月はよく綺麗に見えるんじゃない。そうなんです。でも、うん、まあ、東京の月ももちろん、うん、こう明るい中に映える月もすごく素敵ですし、ね、両方捨てがたいなって思います ね、まあ、世界ね、空を見上げればね、はい、月や太陽でつながってますから、つながってますから ね、そういうね、素敵なね、はい、あの実家が離れてても月はね
同じ見てる時は同じですからね。そうですね、素敵ですね。あの奥多摩とか行って見上げたいです。あ、いいですね、はい、空広いですよね。どうですか、なんかあの沖さんはお月見といえばなんかこう団子とか好きなんじゃないですか。団子大好きです。食べるの好き。花より団子だと思われてるんですけどでも私も結構空とか月見るのすごい好きなんですよ、うん、はい、実は、うん、はい、結構あの朝練とかで朝早く起きることが多かったので、うん、そういう時はこう朝にしか見れない綺麗な朝焼けの写真とかは撮りためてましたし、うん、月もすごい綺麗な日とかは思わず撮っちゃいますね、うん、そうね。なんかちょっと夜が明けるさ時に出てる月ってさ、なんか気持ち綺麗だよね。幻想的で、うん、それこそね、なんかブルーな感じでね見えたりとかね、いいよね、そういうね、まあ、月に関する思い出とかいろいろありますけども、はい、なんか忘れてません？あれ、あれ、なんか忘れてない、なんか、なん、あ、そうそう、あれ、あれ、正解者は沖さんでした、確か。はい、ありがとうございます、はい、惜しくも正解できなかったのが上田さんということで罰ゲームとしてモノマネを披露していただきますが、はい、どうでしょう、何のモノマネを披露していただけますでしょうか。今日はですね、はい、あの通り過ぎる救急車の音のモノマネをしますすごいニッチです ね、はい、ね、もうあのレパートリーがなくて絞り出してます、うん、なるほどね、はい、じゃあそれではね、あのイツコムチャンネル10を見てる方は大きな画面で上田さんのドアップの画面が出ますのでちょっと私さっきも、はい、あの練習したんですよ、音合わせようと、はい、音合わせようとね、今ねアップになっておりますアップだ、はい、でね、YouTube チャンネルをご覧ください、FM サルソンで、ね、ご覧の皆さん、それでは上田セリスさんで救急車のモノマネをどうぞ。以上です。いいね、 いいじゃないですか。以上です。ちょっとまったりしちゃったよ、なんかあのどっかにね、ちょっともうちょっと高く入るべきだったんですけど、そうだね、やっぱちょっとオードリーに引っ張られちゃった、オードリーに引っ張られてささやくような感じ、ちょっとねささやくような感じでいいじゃないですか、はい、というわけでね、これでね沖さん上田さん、はい、このクイズで音楽に深く理解できましたよね。はい、できました。はい、それでは次回の G アップソングスもお楽しみに。お楽しみに。セリさん、今晩の G アップスプラートいかがでしたか？いや、すごく楽しかったです。私も楽しかったです。結構ゆりこちゃんと共通点が多くて、はい、もう慶応の話もですけどバイオリンの話だったりいろいろできて、すごく有意義な時間でした、うん、そうだね、はい、本当にすごいですよ、いっぱいあの来てますよ。2人のモノマネ見たいなって言ってましたね、大木さんのモノマネ見たかったですね。あら、はい、まあ、次回また、ね、次回いつか見られることを楽しみにしておりま す、ね、すごいです。それまでに磨いてきますので、ね、チン料理しかできません。レンチン料理ですね大事です、チン料理、ね、いいですね。花ピーさん、当たりきたって喜んでおりますね、嬉しいです、ね、今からチェキ取ります、ね、チェキこれからね、いろんなサイン入りですからね、皆さんね。ゆりこちゃん、うん、今日MC 初めてでしたけど、うん、どうでした？初めてで、もうドッキドキで、もう心臓破裂しそうだったんですけど、破裂しそう、破裂しそうじゃなくて、はい、破裂しそうだったんですけど、大丈夫それ、うん、でも本当にセリさんとかパイソンさんとかすごい助けてくださって、うん、本当に楽しく進めることができて、うん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます、ね、実はあの上田さんは進行役じゃないのは初出演以来ですね、はい、そうなんですよ、はい、だからね、野田さんと初共演、初出演した時からそれ以降ずっと進行役でしたね。でした、もう1年半ぶりぐらいの、はい、どうですか、やっぱ進行役ってこうなんか身が引き締まる思いというか、なんかあります？そうですね、なんか私ちょっと前々回あたり、うん、あのから関西弁が少し出ていたようで、ちょっと今日の目標は関西弁を出さないということだったんですけれど、なるほどね、どうでしたか、関西弁出てなかったと思うんですけど、完璧どうですかね、完璧、完璧でした、本当にね、ちょっとこう気を引き締めて、なるほどね、久しぶりの、ね、そうだね、お相手役頑張りました。やっぱね、やっぱ都会の絵の具に染まったね、青色の絵の具に染まった上田セリさんを ね、 、はい、こうね、今日は青色なんで見てると思いますけどね、はい、2人で青色で、はい、青いですけどね、でもね、青いっていう今日今回ね、ゴールデンウィークいろんな気候がね、ちょっとね寒かったり暑かったりすごかったですね。そうですね、本当にもうね、あの明後日で終わる方も多いんじゃないかなと思うんですけどね、残り2日は明日はまたね天気がいいみたいですけども、はい、ね、また僕ちょっと曇りの予報も出ておりますからね、こちらの方は関東の方はね出ておりますのでね、まあね、体の体調ね、この寒暖差で皆さんね、はい、激しいからね、皆さんお気をつけください、気をつけていただければなと思います、はい、5月は5月病にもなりやすいですし、ね、そうね、はい、あとね、まあそういう意味ではね、元気なものね、さっき今日元気になる曲ってことでしたけどね、
元気な曲を聴いて、うん、元気なもの食べてね、はい、ね、どうですか、ニンニク料理とかどうですか、お二人はニンニク料理好きですか。大好きです。大好き大好き大好き。本当に意外と。どういうニンニク料理好きですか。でもなんだろう、うん、なんかあります。私の焼肉とかの最後に出てくるのニンニク丸ごと網の上で焼くのが、はい、がすごい好きです。ホクホクになってね、ホクホクになって美味しいんですよ。美味しいですよね、あれは。美味しいです、うん、どうですか、やっぱセリさんはラーメンとかですか。あ、ラーメンは好きなんですけど、ちょっとラーメンはニンニク系じゃなくて、うん、あっさり醤油系が好きですね。ニンニクで一番好きなのは、うんうん、なんだろうな、でも、うん、あれですかね、ペペロンチーノですかね。いいね、ペペロンチーノね。ニンニクがしっかり効いたペペロンチーノが好きです。いや、いいですね、ぜひ ね、お腹空いてきましたね、うん、お腹空いてきました、はい、食べたいですね、本当 本当にね、ポカポカするので、はい、そういうの食べて、うん、そうですね、食べましょう、はい。でもセリさん、そろそろお別れの時間ですね。はい、お別れの時間です。寂しいです。それでは皆さん、この番組には公式 X があります。私たちもポストしていますので、ぜひフォローしてくださいね。アカウントはgupsprout gupsprout。 また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で gupsprout を検索してくださいね。ここで gupsprout からお知らせです。私たちと一緒にコラボレーションや番組を盛り上げてくれる企業やお店を募集しています。詳しくはメールアドレス fm841@fm-sarus.jp fm841@fm-sarus.jp 皆様からのご応募お待ちしております。はい、お待ちしております。この後はおまけコーナーが YouTube ライブで4分ほどございます、はい、もしですね、こちらのよろしければ YouTube ライブの方にですね合わせていただいて、はい、21時きっかりに FM サルスに戻していただくということでですね、はい、ぜひ見てください。お願いいただければなと思います。ぜひご覧いただけると嬉しいです、ね、ゆるいフリートークが、はい、始まりますので、ね、そうですね、もうゆるゆるのフリートーク楽しんでいただければと思います、はい、今夜のお相手は沖ゆり子と上田セリでお送りいたしました。それでは皆さん、さようなら。この番組はチャンネル銀河 MTB 他の提供でお送りしました。改めまして皆さん、こんばんは。沖ゆり子と上田セリです。早速おまけコーナーが始まりました。お、はい、おまけコーナー始まった。おまけコーナー、はい、今日の元気になる曲の選曲理由とかもセリさんお聞きしてもいいですか。そうですね、今回の曲、私ミセスグリーンアップルさんのロマンチシズム選んだんですけど、うん、いい曲ですよね。いい曲です。そうですね、本当にただただあの曲調が好きっていうだけの理由で選びましたいいじゃないですか。結構夏らしい曲で元気も出るし、これからの季節にぴったりかなと思って、本当にミセスグリーンアップルさんいい曲多いので、皆さんぜひたくさん聴いてください、はい、ゆり子ちゃんはちなみになんで選んだんですか。私はもともとスラムダンクが大好きで、はい、ついにも待望の映画化されるということで、 その映画の主題歌である10フィートさんの、そうでしたね、はい、大ゼロがもう大好きで、聴くだけでもうむしゃぶるよするぐらい、もうワクワク元気が出ますね。私も映画見に行ったんですよ、うん、そうなんですね。実はスラムダンク本当にあの初見でして、あ、そうなんですね。本当にあのキャラクターの名前もストーリーも全く知らない状態で映画だけ見に行ったんですけど、それでもやっぱり面白くて、こう映像のクオリティもすごく高いって言いますか、もう本当に自分がコートの中のボールになっているようなボール本当にそんな感覚で見てました。初めての人でも楽しめますよね、そうなんですよ、スラムダンクの映画は、はい、それこそこの曲も相まって、うんうん、本当に臨場感たっぷりの映画でしたよね。たっぷりですね、もう本当に絵も綺麗です、ね、しかもね、漫画家の方がそのまま監督してんだからね。あ、そうなんですか。え、すいません、だそれがすごいなと思って、井上先生が、そう、井上先生がそのまま監督してるから、そう
すごいこだわりが詰まってますよね。そうなんです。そうだったんだ。だからなんかそのスラムダンクのやっぱストーリーとかもちゃんとなんかまた視点を変えてのストーリー、また漫画のね、はい、内容も沿ってるんだけどもちょっと視点が違うというかね。そうなんですよ。そういうであそこから漫画に入ってもいいし、あの全然なんか違和感がない。確かにすごい。そうそうそう、ゆり子ちゃんもあのスラムダンクが人生のバイブルってさっきおっしゃってて、はい、もう名言の宝庫じゃないですか。確かにね、本当にもうそれこそ一番有名な、うん、諦めたらそこで試合終了だよとか、うん、そうね、聞くだけでもじんわりきます ね、 ね、確かにもうね、俺も諦めないでこのね9年目になりますかこの番組。あ、すごい、僕諦めてないです。間違いない、僕は諦めてないです。長寿番組です。すごいですね、9年目。そんなあの、ね、FM ソースはもっと長寿な番組ありますからね。そうですけども、でもね、いや、こうやって皆さんとこうやって、皆さん学生の皆さんとこうやってお仕事できるのはとても嬉しいなと毎回思いますね、うん、はい、やっぱ成長が見られるってのはとても素晴らしいですね。そうですね、そうですよ、うん、私も毎度出るたびに前回よりは成長できているといいなと思いながら出ております。いや、素晴らしいですよ、まあ、さすがもうね、ますますね、ますます美人になって、いやいやいや、僕もう安定感が、あともう一回僕あのショートカットになるかと思って期待してますから。あ、髪の毛ですか。どうしよう、でも悩んでるんですよ今。だいたい鎖骨下あたりの長さがあるんですけど、これをちょっと肩上ぐらいまで切ろうかなとか思いつつ、ね、ちょっと悩んでおります。いや、本当ショートカットがね、多分世界一似合います。似合います。本当ですか。ちっちゃいから絶対に。いやいやいや、羨ましいですね本当に、ね、ゆり子ちゃんのショートカットも見てみたいな、ね、見てみたい、ね、いつになるかいつになるかですけど、はい、ちょっとなもう長く待っております、はい、ね、楽しみにしててください、ね、2人の KO コンビ見たいですね、そういう意味ではね、はい、確かに、はい、すごい楽しかったんですけど、楽しかった、うん、もう一度 KO コンビでできると嬉しいです、うん、嬉しいです、はいはい、ではお別れの時間です。皆さん、さようなら。